今までのその自分の経験値ってあるんやけど、そのこういう時期のイカはこういう地形で食うとか読みながらやった時にこうバシッてあってさ、いっぱい出た時の嬉しさってあるから、やっぱその欄干の楽しみっていうのはそのサイズとかじゃなくって、そこにあるほんまにその自分が見つけた価値あるいっぱいっていうところにつながるのが一番なんかなって思ってるかな。今回のそのこのセビア XR なんやけど、やっぱりその 79ML と今回まあこの 86ML っていうのを使用してるんやけど、結局その79とかだと特にこうハイペースの欄干とか、あの後ろが振りにくい場所であったりとか、その他その狭い木が邪魔になるとか言った時に、ちょっとしたそのぐらいのレングスとかやったら取り回しもいいし、すごいこうやりやすいんですよね。まあ、結構86でも79でも今回この ML クラスっていうのはね、欄干には適しているロッドなんじゃないかなと思ってます。今回ですね、宮崎県の日南っていうところに来まして、で、まあ、そこで、ターゲットとなるアオリイカ狙っていきたいと思います。はい、サンゴのフラッシュブーストブラウンエビでやってみたいと思います。水深自体はねそこまでないんですよ、5メーター、6メーターぐらいだけど、そこに点々と絞りがあるんで、まあ、シャロー打ちをやるイメージでちょっとやってみたいんで、サンゴを入れてみます。だいた、小さいの。かわいい、リリースします。ありがとう。このセフィア XR の S86ML っていうタイプですね。僕がねエギングやる中で一番、まあ、推奨するメインのレングス長さが、86っていう長さになるんですけども、その中でこの ML っていうのはですね、あくまでもこう曲がりを楽しんでほしいっていうロッドなんですけど、基本的にやっぱりどのフィールドに行っても僕が使いやすい、この 86ML っていう、柔らかさと長さっていうのでね、今の時期っていうのはやっぱりそのモバがあったりとかで、あとはその夏イカに近づいてきてるんで、シャローの回遊あったりとかするんですけども、両方ともにまあ使いやすい、モバの向こうでスラックジャークもできるし、であとはその、シャローでついてきたイカとかもこう手早く取っていけるっていうところで使っていけるんで、この 86ML っていうのはそういうところでまあ使っていくっていうタイプです。風裏にはなるんだけども波がきつかったんで、波と風をかわせそうな大きな水通し、潮通しのいいワンドっていうのが裏側にあったんで、そこへまず来てみました。で手前の方がね、上から写真で見た時に浅くて沖に深くなっていってるんで、縁回遊するんじゃないかなとか、その湾内にたまるんじゃないかなって思うんで、まあ、そこでちょっとやっていきたいと思います。まずはね、今ちょっと海藻がねちらほら生えてる感じがあったんで、その海藻と下りの間にいてないかなっていうので、まず浅いとこから活性高いのがいてたら飛び出してくるだろうということで、一頭ずつね扇状に探り入れていってます。おお、でっかい魚、まあ、ベイトっけも今ないんでね、素早い動きのやつが今いなさそうなんで、もうちょっと外海に面してるとこも見に行ってみようかなと思います。はい、潮が今ちょっと上げで、もう半ば5分過ぎてるぐらいかなっていうところになってきたんですけど、でも手前に下りが多いんで、相変わらずこの3号っていうのでやってみようと思います。はい、で沖のちょっとね深いところも探りたいんで、ロッド自体はこの 86ML っていうタイプですね。それでちょっと遠投してそこ探りながら手前の浅いところもやるっていう風な感じにしていきます。しゃあ最高。たまらんやん。ういー、よいしょー、けいいいね。最高、たまらんな、やっぱり。
最高やねな。86MLおもろい。はい、じゃあね、ありがとうね。今回ですね、セフィア CI4 プラスっていうリールもですね、フルモデルチェンジしまして、でこの XR 新たに3種類出ました。結構ね、赤と黒でかっこいいデザインにもなってるんで、手に取ってもらって巻き心地などもね、見ていただいてね、体感してほしいなと。ぜひとも飛距離なども結構出るようになってますので、イギングにぜひとも使用してほしいと思います。今回ね、この79ML ってやつなんですけど、浅いとこっていうのをもうタンタンタンって打っていくのに割と向いてるロッドなんで、まあ、今回これと、ハイギアのリールですねを使用してます。ハイギアはね、巻き取りが早いんでね、シャローでこう早いテンポでどん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 削っていくのに使いやすいんで、なのでこのショート系のロッドとハイギアのリールを組み合わせて使うようにしてます。ほんとこう浅いとこの絞りを早い展開でしゃくりながらトン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 、もう一箇所一頭ぐらいでいいんで、引いてきてなければ扇状に探る感じでどん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 投げていく感じですね。だから本当早いテンポでランガンするときとかシャローを打つときは間違いなく有利に働くと思います。ちょっとマップで見て、ここのワンドがいいんじゃないかなっていうので来たら、まあ、イカの気配がちょっとあったんですよね。シャローでもまあ追いがあって、今日はちょっと土管長のタイミングで一番前に出れるタイミングで来てみてどうかなっていうのをやってみようと思ってます。おっしゃ、来た、かかった、よーし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 、イカや、イカおったでいい出会いましたね、宮崎のイカ。ういいイカちゃんよ、サイズグッサイズですよ。オッケー、イエス、いいね、 79ML ショートレングス最高やね。セフィア XR の S79ML、 これは結構ね、僕はランガンやっぱりすること多いので、その中でこうシャロー地帯っていうのを軽快にテンポよく打っていけるっていうところと、でもう一つ結構ね、このレングスでも飛距離があるので、もしくは深いところあったとしても回遊待ちできたり、スラックジャークもできる ML っていうのが使いやすいので、このまあショートとだいたいこう普通になる86っていうのを使い分けしながらっていう、だいたいこの2本があれば普通のエギングは成立するかなっていうところで、エギングにぜひとも使用してほしいと思います。